こんにちは。こんにちは。今回、モンキーボールを走るユトリンと申します。もう一方、画面左側のエイプさんなんですが、喋らない方なのでね、私が配信の、解説をさせていただきます。ウィーと申します。よろしくお願いいたします。これは、準備ができたら、ちょっと、エイプさんが喋らないので、あらかじめ、同時に始める方法を決めてきたんで、それに従って始めちゃって大丈夫ですかね、準備ができ次第。どうだろう、大丈夫かな。ああ、ご紹介ありがとうございます。わかりました。OK 出ましたね。ちょっと聞いてみましょう、エイプさんの方に。準備ができているか。向こうが大丈夫だと答えたら、わかりました。大丈夫ですね。それじゃあ、5カウントで始めたいと思います。少々お待ちください。じゃあ行きまーす。あれ大丈夫？ 5、4、3、2、1。あれって？ああいうよしは、まあいいですか？ああ、大丈夫ですよ。はい。ポーズというボタン同時に押せばいいだけなんで。はいはい。ということで始まりました。スーパーモンキーボール2ストーリーモードの RTA です。今回のルールでは、基本的にストーリーモードの100ステージを全部クリアするというレギュレーションになっています。まず、基本テクニックで始まった瞬間にリスタートを入れて、ステージ開始前の演出をスキップしています。それとゴール後にステージを選ぶを選んで、ゴール後の演出もカットしています。この2つが重要になってきます。基本的にこれをするとしないではかなりタイムに大きな差が出てくるので、必ずしなきゃいけないテクニックになっています。加速に関してはやらないとできないショートカットが多々ありますので、開始直後に右斜め前に入れたり左斜め前に入れて左右の壁にぶつかってるんですけど、これが加速という行為になってます。これをするとしないで結構タイムに差が出ます。加速ができるんですね、うまくやると。とりあえず最低限のテクニックは説明しました。このゲームは解説できることが少ないのでね。そうですね、基本的にあとはできる限り早くゴールをしていくだけということになります。さて次のステージなんですが、早速加速を使って大幅にショートカットをするので皆様ご覧ください。加速がうまくできていないと、ジャンプをしてゴールまで向かうんですが、加速がうまくできていないと、ゴールまで届かない、結構、ショートカットをしようと思うと難しいステージになっています。無事に成功しましたね。次のステージがワールド1の最大の見せ場となっています。失敗しなければいいんですけど。お互いに攻めルート成功しましたね。OK ですね。完璧。このように大きな高低差を使ってもショートカットができます。そうですね。基本的にゴールが下にあるときは、下にあるゴールに向かって突っ込むようなルートを進んでいくというのが多いですね。このゲーム飛んだ方が早いですので。そうですね。空中にいる方が地面にいるときよりも早いというのが基本になってきます。さてこのステージなんですが、限界まで内側を攻めて限界まで速く走ります。ワールド1の実はこれ簡単なステージに見えるんですけど、ワールド1で最難関のステージなんですよ。特に難しい技術とかがないんですけど、ないがゆえに限界まで本当に速くいかないとゴールを一周決めてゴールできないという、間に合うかな。最後のこの足場が上下に触れてますね。2人とも成功しました。
ここまでほぼ同タイムですね。非常にいい戦いが見られそうです。ワールド2が始まりましたね。ワールド2ではワールド2の4コースターというステージで初めてポーズを使うんですね。このゲームのポーズというのは、このゲームって乱数が絶対にないんです。全くないんです。なので同じ操作をすれば同じ結果が理論上絶対返ってくるという仕様になってるんですね。それをポーズを使うことによって、危なかった危なかった、必ず同じ結果になるように調整するというのがポーズの役割になっています。でどうやってそれが正しいのかを確認するのかというと、このゲームには残り時間が表示されているんですね。でその残り時間を見て、そのポーズしたタイミングが正しいのかを確認します。正しかったです。ちなみにこのポーズの猶予は2フレームです。エイプ兄貴も2フレームしっかり決めてますね。成功してますね。こんな感じでポーズを使って普通にやるととても難しいショートカットを安定させていくみたいなステージが多々あります、このゲームには。そしてこのステージなんですが、細い足場をこのように飛び込んでいくんですが、エイプさんちょっと失敗してしまいましたね。結構難易度が高いですね。まっすぐ突っ切るのはかなり難しいです。このステージもただただ曲がっているだけですが、地味にたまに跳ねたりするので結構厄介ですね。そうですね、なんかたまにあらぬ方向に跳ねちゃったりしますからね。あー、グラビティスライダー遅いパターン引いちゃいました。例によって空中にいた方が早いので思いっきり飛んでいきます。飛ばないと10秒くらい遅くなります、このステージは。たったこれだけのことですが、それだけ変わってしまうんですね。エイプスのちょっと早いパターンでいきました。ここのステージ、インチワームスというステージなんですが、失敗するとかなり痛いロスになるんですよ。危ない。ゴールが伸び縮みしてるんですが、一回失敗するとリスタートせざるを得ないんですね。一回で10秒ちょっとロスします。エイプス危なかった、非常に危なかった。本当に危なかった。今ここ平然とポーズを決めていきましたが、ここもまた2フレームのポーズになっております。エイプさん、簡単な方成功させましたね。簡単なフレームと難しいフレームに分かれています、2フレームで。このオルタネイティブというステージなんですが、最初のスイッチを踏まないと約1秒ほど遅くなってしまいます。ただその代わりスイッチを踏まない方が簡単になっていますね。スイッチを踏み損ねた場合、スイッチを踏みに戻るよりもまあ1秒なんで、そのまま行っちゃった方が早いですね。ですね。踏み直すよりも。これで2人ともワールドに終わりです。ワールド3は、すごいショートカッター2つですかね。そうですかね。おっと、にここではありません。やらかしちゃった。このうねうね動く足場に跳ね上げられると速くなるんですが、この通り途中で結構阻まれるんですね。今回ちょっとミスっちゃって、だいたい3秒ロスしてしまいました、私は。エイプさんもちょっと2秒くらいロスってますね、これは。ここ初見殺しステージなんですけど、やり方を知っていればまずミスることはなくなります。このように止まったタイミングで正しい場所からゴールしてあげれば簡単にゴールすることができます。さて、ステッピングストーンズという3の3のステージなんですが、真ん中にチェック模様の穴が開いているんですね。ここを下手に通ってしまうと、とんでもない跳ね方をして死んでしまう、落ちてしまうことがあります。なので、なるべく真ん中の部分を通らないように進んでいくことが大事になってきます。バウンドが少ない方がちょっと早いです。さて、ワールド3の4。危ない。危ないな。ここではまたポーズを使います。猶予は2フレームです。ここの石で跳ねることによって直接ゴールのところまで行くことができます。成功しました。ここでだいたいステージ半分ぐらい差がついてますね。ですね、半ステージ分くらい差がついてますね。向こうも無事に成功したみたいですね、はい、そうですね。ちょっと危なかったけど、お互い一応ノーミスなんですが、それでもこれだけ差がついてしまいますね。やはり細かいところで結構。このマッドリングスというステージなんですが、実はまっすぐ1個入れるだけでもゴール前まで行けるんですが、今のように右から降りた方がちょっと早いです。カービィオプションズというステージに行きました。このステージでは道が左に行くほど太くて、あ、ミスった。左に行くほど速くなっています。珍しい。で、こう、道を飛び越えて一番太いところに入るわけですね。左から2番目だと
そうですね。そうそう、左から2番目のルートですね、いつも。だいたい 0.3 秒くらい遅いですね。そんなに大きい差ではないので。はい、このツイスターというステージなんですが、うまく加速をつけて所定の位置に突っ込むことによって飛んでゴールすることができます。さて、ワールド 3-9 ダウンヒル一番大きいショートカップですかね。これがゴールが下にあるのが悪い、下に置く方が悪いんです。エイプさんも、ちゃんと成功しましたね。結構難易度高いんですよね、これが。また結構難しいですね。ちょっとでもずれるとくす玉に当たって、くす玉にあらぬ方向に弾かれてしまうのが多いですね。案の定ジャンクションも、最近まで攻めルートがありましたが、研究によりなかったことになりました。はい、いろいろとあったんです。さて、ワールド4に来ましたね。ワールド4は結構難易度が高いステージが多いんですよ。で、ここはとにかく早くスイッチを踏めばいいだけですね。ですね、踏んだ後に手前にあるゴールに突っ込めば。このジャイアントコームというステージなんですが、この串に当たらないように進まないといけないんですね。当たりそうで毎回怖い。当たってしまうとほぼやり直す以外は。しかもおっと落ちてしまった。こういうことが起こるわけですね。さて、次のダイナミックメイズという4の4のステージなんですが、ここでは15フレーム1フレームのショートカットを決めていきます。ポーズ猶予ですね。成功するかな。左側は B5 というステージなんですが、この通り、床のないところを丸々、軸だけで進んでいきます。本来は今のダイナミックメイズというステージは迷路が壁が動くんでそれを待つんですが、無理やりヘリの上を進んでいくことで待つ時間を短縮することができます。5、6秒くらい変わりますかね。大体いけるか。向こうギリギリリカバリーできましたね。さて、ランチャーというステージです。ステージの下の方に四角い動く物体があるんですが、これに跳ね上げてもらって一気に上まで登ります。上まで登った後にゆっくりゴールに入りましょう。成功しました。結構難しいです。これが難しいステージですね。ですね。本当は直接ゴールするともうちょっと早いんですけど、難しいのであまりやりません。ランチャーのステージはエイプさんとユドリンさんで全然ルートが違うので、それも見どころかもわからないです。おっと失敗してしまった。ランダマイズ危なかった。ランチャーの上から直接、一回降りてゴールに狙うのが定石なんですが、直接入りましたね。さて、このステージは飛んでるゴールがスロットに入るタイミングでゴールするんですが、構図をうまく使うと飛んでる途中のものに入れます。ここでわざとステージの順番を変えます。これ先週私が発見したテクニックなんですが、この特定の順番にステージを選ぶことによってロード時間が短縮できることが発見されました。あー、ミスった。安定ルート取ります。そうですね、ノーリスクで10秒短縮ですね。 RTA 全体で10秒ですね。かなり大きいルートが発見されました。エイプさんもコインスロット、ポーズのルートですね。シーソーブリッジというステージです。ここで確かエイプさんから伝言があるんですよね。そうなんですよ、エイプさんから伝言があるんですが、エイプさんの時の方がいいんじゃないですか、これは。あ、そうですね、エイプさんのプレイの時で言いましょうか、その伝言は。そうですね。はい、というわけでね、エイプさんも、無事シーソーブリッジに入ったようです。はい、ここで改めてエイプさんから伝言がありますので読み上げたいと思います。シーソーでロスシーソーだそうです。何言ってるのかちょっと分かんないですね。ちょっとね、僕にも分かんないんですけどね。さて、ワールド 5-1 最大の運ゲーポイントです、このゲーム。ここはうまく加速をつけて跳ねるんです。成功するか。あー、ダメだった。今の成功するとシーソーでロスシーソーになかったなだそうです。ゴールの足場まで直接行くことができるんですよ。そしてここなんですが、今回は失敗してしまいましたね。最近ポーズのルートも発見されたんですが、今回エイプさんは使うんでしょうか。あ、使ってますね。どうなんでしょうね。使ってますね。使ってますね。このポーズルートを使うとポーズ分3秒程度遅くなってしまうんですが、確実に上に行くことができます。差し引き10秒ぐらいの短縮にはなるでしょうね。ですね、失敗した場合と比べて。
さて、何の解説もなく進んでいきましたが、ちょっと差がついてくるとどっちを解説していいのか困ってしまいますね。早い方でいいでしょう。早い方でいいですか。いいと思いますよ、特にワールドコア。わかりました。さて、ビーズスクリーン、ちょっと見せプレイをしたいと思います。成功したら。成功かな。見せプレイなんで実はあんまり早くはないんですけど、あー失敗した。おっと、追いついてきたんじゃないですか、これは。見せプレイをすべきじゃなかったね。いや、しかしそのエイプさん、見せプレイの方に行ってますね。これ成功したらかっこいいぞ。成功するとこの通り、このように直接ゴールをすることができます。追いつかれちゃったな、失敗して。あ、やっべ、安定通ります。久しぶりにジャンプマシンミスりましたね。ゴールのあるところも、ジャンプマシンになってまして、跳ね上げられるんですね。ここでもまたステージ順番を変えます。ちょっとやっちゃったな。この段階で差はほぼありません。このステージでも確かエイプさんから伝言があるんでしたよね。ああ、そうですね、タワーに許されなかった、許されたかな、本当に許されたわって言いたかったんですけどね。伝言するならちゃんと決めてほしいですね。さて、解説なく終わってしまいましたが、今のステージなんですが、あのように突っ切った方が普通にやっても簡単です。間違いないです。間違いないです。 RTA だけじゃなくて通常プレイでも勢いをつけて突っ切った方が簡単なステージですね。さて、このステージ間に合わないとこのようにブロックにブロックされるわけですね。危なかった。さて、ジグザグスロープというステージですね。ここの角に引っ掛けると少しだけ速くなります。ただ引っ掛け方が悪いとむしろ遅くなってしまいます。2回引っ掛かりましたね。最悪に底に落ちますね。落ちますね。だいたい0… あ、やかかした。お、エイプさん非常に速いです。ここで北米版であることが生きてきます。今回北米版だと今間違えてステージを選ぶじゃなくてゲームをやめるを選んでしまったんですけど、エイプさん抜きました。日本語版だったら今で RT 終わってました。はい、このステージなんですが、普通はね、ゆっくりにするスイッチを踏むんですが、この通り最速だとこのように、最短周期でゴールできます。パンチとシーソーというステージですね。シーソーに開いている穴に引っ掛けて飛んでゴールします。はい、次のステージなんですが、ここがね、皆さん大嫌い Everyone Hates Opera なんて言われるステージでございます。 Everyone Hates Opera、 ところがどこい時代の進歩ストックモードでポーズルートがあるんですが、失敗してしまいましたね、エイプさん。ドリンさん成功しましたね。エイプさんもバックアップルート成功です。いい感じですね。また差がひっくり返りましたね。このステージはゴールに突っ込むだけです。台から降りた瞬間に右上に倒せば簡単に入ることができますね。このステージなんですが、細い道を、ただただ進んでいくステージなんですが、細さが5種類ありまして好きなところを選べます。下から3番目を選ぶのが今早いとされていますね。さて、はい、クリフスステージですね。ここ怖いんだよな。あ、失敗した、失敗した、失敗した。そう、このステージユトリンさんのルートは非常に難しいんですね。マジ2回連続。エプさんのルートの方はだいぶ簡単で私でもできます。このステージなんですが、ないよ、真ん中をジャンプして突っ切ります。一瞬だけ減速するとこのようにね、簡単に入れるんですね。はい、次のステージなんですが、奥の下の方にある、離れ小島の緑ゴールに向かって直接突っ込みます。決まるかな。まあ失敗することはないでしょう、おそらく。まあでもクリフス3回目って割と早いからな。このゲーム屈指のクソステージでございます。正直最低ですね。全部で56個あるスイッチの中で正解を4つ、正解の4つを探し出してゴールしなければいけない。間違えたステージを踏んだ暁には左右から壁が迫ってきて飛ばされます。安定ルート取ります。はい、フォルダーズというステージ、まあここはね、パカパカしている足場に跳ね上げてもらって急いで進むステージとなっております。
ゴールの足場もパカパカしているのでタイミングを見計らって入りましょう。お、エプさん、これ非常に早いんじゃないですか。さて、次の7の位置は成功しますかね。どうでしょう、ここがですね、この RTA で最も実力が必要とされる、コースとなっております。1の10カーブブリッジでも似たようなことを言ったんですが、ここもただただ、実力を使って早く急ぐだけなんですが、失敗しましたね、これは。正直ものすごく難しいんですよね。私できたことないです。最近の成功率は7割くらいですかね、あそこに見えるあの離れ小島に行くんですが、これの一周決めに間に合わせようと思うと本当に急がなければいけない。さて成功するかな、成功しますかね。どうでしょう、成功させたらかっこいいですよ。ウェイビーオプションというステージです。ここが簡単なので説明は省略。ダメだ、いや、いけるか、はい、次のステージは行けましたね。イージーこのステージなんですが、謎解きステージですが、謎を正面からポーズで無視していきます。ここの角を引っ掛けて飛ぶことによってゴールに入れるんですね。これが謎とは何だったのか。ドミノです。スイッチを押すとドミノ倒しが始まります。一番最後のドミノがゴールになっていまして、それが倒れてしまうとゴールが不可能になってしまいます。はい、シーブというステージを飛ばしました。これもムービースキップのための、スキップですね。ここは、ポーズを使います。この RTA の中で唯一ですかね、ポーズが必須のステージになっておりますね。たとえ初心者でも絶対使わなきゃいけない。あ、間違えた。30秒ほどかかりますので。シーブ入っちゃった、はい、あらら。ダブルスパイラルというステージになっております。ここも非常に難しいです。勢いをつけて入ることによって、螺旋を一つ飛ばしてゴールができるんですね。これはどうだ、おっと持ちこたえられなかった。リスタートでしたか。もう少し左に着地していればブレーキできたかと思いますが、なかなか難しいので仕方がないです。こんな感じですね。2回目で、ヒエラルキーというステージです。5段になっているんですが、はい、そろそろ皆さんね、お察しがついているでしょう。横から入ります。ゴールが下にあるのが悪いんです。そうです。さて、ダブルスパイラル成功するかな、成功するかな。エイトブレスレッツというステージです。これはですね、勢いをつけて、よーく勢いをつけて、最初の輪っかに横から入るんですが、失敗してしまいましたね。通常ルートでいきます。しょうがないですね、ここは難しいんで。そうですね、ゆとりんさん絶対決めてくださいよ。マジ、マジ難しいんだけど、そこマジかよ。ヒラルキミスった。さて、エイプさん、とうとうこのステージに来てしまった。このステージ、ね、もうクリアできるわけがない。こんなおにぎりが高速回転しているステージ、クリアできるわけがない。ダメだ、もうこんなのは避けられない。ダメだ、当たる当たる当たる。余裕でしたね。種明かしは後で。はい、エイトブレスレット成功しました。こんな感じ。シーブというステージになっております。ここはですね、細い道の周りをこのように輪っかが高速で移動しているんですね。少しでもはみ出すと飛ばされます。突き飛ばされて死んでしまいます。なのでぴったり真ん中を通らないといけないんですね。ロード時間的に向こうが早いですね。ゴールはほぼ同時でしたけど、いや、しかし、そうですね、6、7秒の差でしょうか。もっとですね。さて、ワールド8はこのゲーム中最も難易度が高いんではないかと言われているワールドになってます。はい、何せこの細い道の上をね、ボールの状態で、こう鋭角に曲がらなければならないんですね。失敗した。ちょっとこれはエイプさんかなり緊張してますね。安定ルート取ってましたね。はい、ソフトクリームというステージです。本来はスイッチを押して螺旋状にぐるぐる回るステージなんですが、もちろんね、このように外側から大きくすっ飛ばしていきます。モーメンタム、振り子が動いているステージです。エピさん、これまでずっと振り子に飛ばされるポーズを使っていましたが、そうですね、使ってますね。失敗してしまいました。こうなったら普通に振り子の間を渡るしかない。これ簡単そうにやってますが、かなり難しいです。はい、そして次のステージが、ワールド8最大の難関と言われているエンテングレッドパスですね。
このステージは飛び込んで緑ゴールに入らなきゃいけないんですけど、その角度がとても厳しい。かなり鋭角の上に、手前に足場があって、そこを避けて入らなければいけないというのが、これがまた難しいところです。一発2ミス。おっとエイプさん3回ミスしてしまいました。もうこれくらいよくあることですね、もはや。そうですね、一発でクリアできると本当に運がいいくらいの。4回目クリアですね。さて次ボルテックスというステージに来ました。ここでは1フレーム2フレームのポーズを使っていきます。1フレーム目合ってます。2フレーム目も無事に成功しました。こうすると今の取ったはず地味に難しいんですね。ですね、ステージの構造を完全に無視して一気にゴールまで行くことができます。ここでまたゆとりんさんステージスキップを入れています。はい、これもまたロード時間が短縮できるからですね。あ、トランポリンの攻めルート失敗してしまいました。半分くらい運なのでこれはしょうがないです。成功すると横のブロックにぶつかって一気に上の段までショートカットできるというルートがあるんですね。さあエイプさんは成功するか。お、成功しましたね。お、いいですね。一気にゴールまでですか。いや、一回途中入れてますね。あ、なるほど。いつも通り。もっとうまくやると一気にゴールの足場まで行くこともできます。ただかなり難しいですね、そのルートは。このステージも、地味に最後に引っ掛けるのに失敗することがあるんですね。さて次のステージワープというステージなんですが、ここはこのゲームを始めたばかりの人はクリアすらままならないと言われる単純に難しいステージです。見た目難しそうに全く見えないんですがね、これやってみないとわからない非常に難しいステージとなっております。坂がとても急になってまして、少しでも下に操作をしてしまうと一瞬で下まで落ちてしまうんです。かといって上に過ぎるとバンパーにぶつかって落とされてしまうという難易度の高いステージになってます。まあとはいえこのレベルの RTA する人なら絶対ミスらないですがね。そうですね、ミスる要素がないですね、ここまで来ると。さてシリアルジャンプというステージでは下に赤ゴールがあるのが悪いです。そうですね、下に赤ゴールがあるのでまず下に行きます。ただ意外とジャンプの挑戦難しいんですよね。そうなんですよね。ゆとりさんのこのクロスフロアーズというステージも、初心者的には地味に難しいところとなっております。ワールド級には大きな見せ場が一箇所あるんですよ。そこを確実に成功させていきたいですね。そうですね。おっとよ、エイプさん失敗してしまった。あっちゃあんまりに真ん中で居すぎてしまうとあんな風に角で飛んでしまってそのまんま復帰できないというパターンがあるんですね。ですね、たまにありますね。ただなるべくそれが起こらないように気をつけて進むっていうのが基本になってきます。初心者の落ちる原因も大体それだと思います、多分。ですね、あとまあ、そうですね、勢いが足りなくなっちゃった、戻ろうとして。だってこのステージショートカットしないと1分かかります。丸々1分かかります。ショートカット、さあ見せてばよ、成功してくれ。ここのステージはポーズを使うんですが、このポーズの猶予が1フレーム3回です。いや正確には211フレームだ。成功しました。ギロティンに弾かれてゴールします。あ、間違えた、まあいいや興奮しすぎた。本当はこのステージを飛ばした方がロードが早いんですが、間違えてステージを選んでしまいました。さてエイプさんもギロチンに入れました。はい、うまく見れなかった人はねこちらでご覧ください。いけるかな、やってくれるはずなので。オッケーオッケー、成功しましたね。この通りとても綺麗に決まってますね。このオービターズというステージはゆっくりプレイすれば問題はないですね。今これ並んでるように見えますが、実際はフォークスクリューというステージ1ステージ分差がついています。成功してくれ。 OK、 とても綺麗にガッツインベーシンでしたね。こちらは、アンデルトですね。まあこれでも十分だと思います、私は。そうですね、十分早いです。 1.5 秒差くらいということでワールド級が終わりました。このステージ攻略法を知らないとわからないんですが、はい、開幕で入れるルートがあるんですね。さて最終ワールドのワールド10まで来ました。このワールドは難しいです。
それ以外に言うことが正直見つかりません。初っ端に癒しステージを持ってくるのやめてほしいんですが、ここは癒しですね。ここは簡単ですね。ちょっと危なかったけど。はい、そして次が。ギミックが来ました。ここはですね、ここまで来てとても難しいポーズなんですよ。1回目失敗。まず最初に1フレームを引かなきゃいけません。ちょっと待って、頼むよ。来ましたね。また次1フレームです。一応2フレームまで広げましたが、来ましたね。さて、エイプさんの方も、ギミックのステージに到達しました。本来はこのステージは反対まで行って、スイッチを踏んで、ステージの仕掛けを動かして進めるというステージなんですが、このテクニックを使うことによって、そうですね。これを使うと、ステージの大半をスキップすることができます。あ、エイプさん、難しい方のルート。難しいルートですね。3-1。これは覚えてるかな？迷ってますね。迷ってますね。迷ってますね。多分、覚えてないんでしょうね。うまく飛ぶように見えましたが、ダメですね、あれでは。失敗してしまいましたね。ああなってしまうとかなりのロスなので、あそこで迷わないことも RTA 的には大事なんですが、そう、練習量がものすごく、操作を間違えてしまった今度は。あっちゃあ。左上入ってましたね。右上入れなければならないところで左上に入ってたんだと思います。それは大きいミスですね。さて、次の 3D メイドというステージですが、ここに来てエイプさん動揺してます。ポーズルートとポーズを使わないルートがあります。今回は1フレームのポーズに成功したのでポーズルートを使っていきます。迷路と名前のついているステージは全て迷路を無視します。このゲームでは今更ですが、ようやく成功しました。いや、このゲーム、1回のミスで非常に動揺してかなり難しくなるのでこんなもんです。このステージはまた迷路なんですが、ここから対岸まで飛ぶことによって迷路の8割方を無視することができます。解説なしですが、今のマウンテンというステージ結構難しいんですよ。さて、ここでポストモダンというステージなんですが、ボールなんですよ、このゲーム。ボールなのに階段を登らせるというステージなんですよ。エイプさん、かなりの攻めルートを使用しましたが、失敗してしまいましたね。あちゃー。リソーダですか？リソーダです。はい、3D メイズというステージですね。迷路を無視。あー、失敗してしまった。しかしね、ポーズルートがなくても、この間まで通常ルートだったルートがあるので、あ、失敗してしまいましたね。結構難しいんですよね。そうなんですよ。さて、成功するとこのように壁を飛び越えます。頼むよ。一発で決まってくれ。一発。はい。エイプさん、対岸くんという、いわゆる対岸くんというステージですね。最後から2番目のステージです。このステージやばいんです。ここまで来て1フレーム3回なんです。ここまで来て1フレーム3回やらせるゲームなんですよ。エイプさんギリギリですが対岸成功しました。あ、失敗しました。成功するまでやります。はい、エイプさんの方階段を登るステージですね。ジグザグに乗った塔が生えていましたっけ？言ってないです。かぶせられると正直解説がしにくいです。喋ってる時に。失礼。早い方でやるって言ったじゃないですか。ということで1フレーム3回できました。ということで次が最終ステージです。ここのステージは前までは通常ルートだったんですが、最近見つかったとんでもないルートがあるんですよ。終わりです。タイマーストップです。以上、はい、スーパーモンキーボールズストーリーモード。待って、まだ終わってない。こっちはい、インビジブルという、はい、例の3連ポーズのステージですね。成功しますでしょうか。1回目成功、2回目成功ですね。成功ですね。3回目どうでしょうか。成功ですね。成功しました。あとは操作さえ間違えなければこの通り。見えない床をあらかた飛ばしていくのでね、爽快感は非常にあると思います。それ以上に怖いですけどね。さあ、最終ステージ。見ての通り AV なんですが。
このステージのショートカットこの人非常に得意でして、さあ一発で決めてくれ。本来はこの AV の文字の上を決まった外側の段差から進んでいくステージなんですけどね。お疲れ様でした。これでスーパーモンキーボールズ2人とも完了です。放送上33分6秒になってますが、多分32分58秒ぐらいでゴールしたんじゃないかと思います。申し訳ない。あれ何かタイマーずれてました？え、ちょっとあの私がタイマーストップ言わなかったんで遅れちゃったみたいですね。申し訳ない。あ、なるほど。いや、徒競走出足の遅い子を応援してる気分とおっしゃいますけどね、正直に言います、私の自己ベより早いですこの人。かなり早いですよ実際。私の自己ベより早いので、もうとても遅いなんて僕言ってられません。今回記録いくつだったんだろう。32、16、結構早いですね。ゆとりんさん自己ベが現在30分47秒、エクサの方は、31分50秒となっております。これとりあえずエンディング全部流していいのかな。走ってないのに疲れた。あ、スタッフローラーと申します。あ、はい。まあ気になる方はやってみてください。はい。このゲーム今回簡単そうにプレイしてましたけど、実際にプレイするととても難しいです。そうですね。最初のうちはクリアできないし、RTA でまあ1時間切れたらとりあえず全然問題ないぐらいの感じですね。ですね。もし興味が出た人はぜひこのゲームやってみてください。実際にプレイしてみると本当に面白いゲームなので。ただ一つだけ言いたいのが、もし興味を持った方がいてもできればゲームキューブ版でプレイをしてください。プレステ2版はちょっとあまり出来が良くないのでおすすめできません。なので買う場合は気をつけてください。名前どうしようかな。残念ながらこのゲーム、英語版でプレイしてますので、日本語が打てないんですがね。まあ主張がないですね。それじゃあこれで終わりにしちゃっていいんですかね。どうなんでしょうか。終わりにしちゃっていいようならこれで終わりに します。あ、わかりました。それじゃあこれで終わりっていうことで大丈夫ですかね。何か言いたいことあればウィさん、ではエイプさん、何か言いたいことがあれば打ってくれれば代わりに喋ります。多分見てないんじゃないかな。それじゃあこれにて。そうですね、何もなさそうですので終わりとしましょうか。そうですね、はい。ここまでご視聴いただいて誠にありがとうございました。それじゃあ皆さんも興味を持ったらぜひモンキーボールプレイしてみてください。プレステ2版だけは買っちゃダメですよ。バイバイ。